はい、チーム T-Rex の皆さん、こんにちは。いつもありがとうございます。打ち込み音楽による弊害っていうちょっとね大げさなタイトルな、まあ大げさなね、ちょっと言っちゃってますけども、弊害ってほどでもないんですけども、ちょっと面白い話があったんで、この間ねびっくりしたお話ですかね、それをねお話ししようと思うんですけども、ちょっと知り合いになったドラマの方がいまして、そのドラムの人はね、自分でもちろんドラムを叩く、それと、打ち込みの仕事もなんかしてるみたいなのね。ちょっと詳しくは どういう感じでやってるのかわかんないんだけども、打ち込みを、まあ自分ドラマだからね、ドラムの打ち込みを依頼されて、こんな感じでやってくださいみたいな感じでこう、お手のものでしょうからね、自分でやるぐらいだからね、それで打ち込んで、多分、クライアントに渡すみたいな、でいろんなパターンがあるでしょうけどもね。でその時にね、言われたやつ、依頼された、感じが生ドラムっぽくしてほしいって、ものすごくな生に近い感じ、もうとにかく生演奏を撮った感じ、ね、バンドでね生ドラムを撮った感じにしてほしいみたいな感じで来たんだって。でその人がね、まあ、それは一番お得意じゃないですかね、きっとね楽しいですよね、自分でもね。で張り切ってこうやったんだって。でそれはね、一応でもミックスはあっちでやりたいと、ドラムのミックス、例えばバスドラの大きさこのぐらいにしたいとかっていうのは全部あっちでやりたいとね。だからバラデータは欲しいと、パラでね、ドラムの、あ、じゃないや、バスドラの、例えば前と後ろからとか、スネアの上と下からとかね、そうだからパラで、いろいろ欲しいと。で全部上げたんだって、スネアとかね、オーバーヘッドとか上げたんだって。したらね、クレームでね返ってきたんだって。でそれもね、例えば、あ、もうちょっとこんな感じの音色がいいんですけどとかっていう、話じゃなくて、もうねちょっとね、あなたおかしいですよみたいなクレームだったんだって。話、とにかくあなたはちょっと、なんていうの、仕事としてあなたなってないですよみたいな、で返却されちゃったんだって、ドラムをね。でまずそんなことなかったのに、で何ってなるじゃない、よっぽどねそんなね、そうちょっとした音色ね、違いとかさ、そういうんだったら全然わかるけど、もう全否定なんだって。まず間違ってますよって来たんだって。いわゆるあなたがやってること間違ってますよって来たんだって。で何がおかしいんだとね思ったの。なんだと思います、わかんないよね全然。でそのクライアントの方は完全に打ち込み主体でやってる人なんだって。ずっと多分打ち込みだけ、バンドとかやったことない人だと思うねみたいなんですよ、多分だけどね、ちょっとおそらくその人も言ってたんだけども。だから全部、PC 上で作るっていうお仕事のお話ですね。そういう、まあ、考え方の人ね、なんだと思います、わかんないよね。あのねすごいんだよ、その人ね、ドラムの人がじゃあ本当に生っぽく、もう生を撮ったよみたいにしたいんだよねって話でしょ。だからじゃあっていう話で、スネアのマイクに、普通スネアのマイクにハイハットも被ってくるんですよ。当然僕もレコーディングしますけども、でその処理がなかなか難しいの。ハイハットだけ取り除きたいけど、スネアにね、でもまあ全部のマイクにそうやって入ってくるじゃない、シンバルでも何でもかんでも全部のマイクに他の楽器の音が被りっていうんですけども、被るじゃないですか、当たり前ですけどもね。でフロアタムなんかも、フロア僕の向きがあるんだけども、フロアタムをドーンって欲しいんだけど、フロアタムを迫力ある音にしたいから、例えば低域をちょっと上げたいなと思って上げるじゃない。でもそうするとバスドラのドンドンっていう、バスドラってずっと鳴ってるじゃないですか。でバスドラが鳴ってるところにフロアタムが共鳴しちゃうんだよね。共鳴しちゃってウォンウォンウォン、バスドラが鳴るたびにフロアタムがウォンウォンって言うじゃないですか。でそれもフロアタムのマイクに入ってるわけですよ。だからそれが邪魔な時は、邪魔じゃない時はそのままいいんですけども、邪魔な時はそこをカットしたりいろいろ作業したりするのね、でそれが当たり前ですよね。当たり前ですけど、まあね、ドラムのマイクっていっぱい立ってるで全部被ってくるという、スネアだったらスネアだけ欲しいってことはちょっと無理なんで、それをねちゃんと入れてあげたんだって。つまり本当生っぽくしてほしいっていうご依頼なので、若干の被りを入れてあげたんだ。そういうことができるソフト、ドラム音源のソフトだったので、若干のかぶり入れて、ほらすんげえ生っぽいでしょってあげたら、かぶりっていうか、その他のマイクに、今言ったみたいにスネアのマイクにハイハットが入ってるんですけど、あんたおかしいんじゃないですかって来たんだって。これすごいよね。これはあなたおかしいですよって来たらしいんですよ。タムにね、バスドラもかぶってるし、違う音が入っちゃってるんで直してくれって来たんだって。だからね、これはなかなかの衝撃だよね、僕らから言わせると、バンドやってる人間から言わせるとね。そうなんですよ、これはねちょっとね面白かった。面白いって言ったら失礼なんだけども、まあこれも大げさなんですけども、そこまで弊害なのかどうかわからないんですけども、
バンドを体験してない人で本当に PC 上で作っちゃうと想像でやるんですけれども、うん、やっぱりそうだよね、あのそういう考えになってもおかしくないよね。完全にドラムっていうのを一つの楽器じゃなくて、タムが一つの楽器でスネアが一つの楽器みたいに考えちゃうのかもしれないですけどもね、あの本来であればドラムって一つの楽器ですからね、うん、そうそう。だからさ、あの生っぽくやるっていうのは例えばさ打ち込みの時に、僕もやってますけれども、オープンハイハットがシャーシャー鳴ってて、でタムを回したら当然オープンハイハットとなくなるわけですよ。だけど打ち込みだとそれができちゃうから、オープンハイハットがシャーシャー鳴りながらタムを回せるとかね、手が5本ないとできないとか、そういうこともできるわけですよね。でそれをどこまで、うん、あのやめるか、あの僕なんかもよく悩むんだけども、そのハイハットが鳴ってる時にこっちを回すっていうのは実は不自然だけども、まあでもそれで打ち込みだから別段それでおかしくないってなったら、まあそのまんまにしちゃう時もありますし、ちょっとこだわる時はちゃんと消したりねするし、そうそう、そういうことってね、まあそれはもうその人のやり方だからね、いいんだけれども、そう打ち込みって結構何でもできますからね、うん、でそこをどこまで生っぽくするかっていうのはもうその人の趣味っていうか音楽によりますからね、うん、そうそう。だその辺をね、その生っぽくしてくれっていう音色も含めだったから、あの被りの音を入れたらね違うっていう話になって、いやびっくりしたって話したんですけど、ドラマーとしてはすごく悲しいよね、その被りの音も含めてなんだもんねきっとね、そうそう、なかなか面白いなと思ったんですけどもね、はい、まあね今日そんなお話してみました、はい、また聞いてください、ありがとうございます。